時間稼ぎ。あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだって。そんな必要はない。これからここで。でかい口を聞くのもそこまでだ。黙らせてやるぞ。このしつこい力づくないね。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。いきなり貴様とは。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだ。いいぞ孫悟空。戦いはこうやってある程度実力が近くになっては面白い。ああ、オラもそう思う。限界で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全宇宙がパーだ。歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。奇跡の炎よ、燃え上がれよ、君の心に未来のため。
変われ呼べそうやったな奇跡の炎よ燃え上がれよ君の魂に試練さえ力にして遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。ではさらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。さあどこからでもどうぞ。ウォーミングアップはそろそろ終わりのようですね。ではそろそろ見せてもらいましょうか。あなたの本気を。さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通りここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々人と呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール、正しい歴史の流れから外れ間違った未来を生んでしまう歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか、あなたの力がどこまで通用するかここで試してなんて突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので早速ですが国蔵庫へ行きましょう。
これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はあ、そうすればお前もお前の息子も助けてやる。シェイク、俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。このガキ！やめろ！なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ、一緒に戦ってくれるみてえだな。雑魚が何に見えるわけか。一緒だ。お前、力を貸してくれんのか。足を引っ張るなよ。俺の声、聞こえていますか。俺は、時の巣から通称でサポートさせてもらいます。ラディッツは、本来の歴史より強く、さらに残忍になっているようです。ご苦労様が子供より一人を、ラディッツを倒してください。カカロット、たった一人の兄を殺すつもりか。目にてるひでやつ、兄貴じゃねえって言ったろ。もうやめた。俺は心を入れ替えた。おとなしくこの星から引き上げてやる。
つを。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから、実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。